ちょっとね、透かしてるの。じゃあ、あの、かっこつけたつもりだ。いや、1000円で。ね、ナックルのトランスミッション、70万円で売ってるお店ですからね、ここ。サイレントヒルワークス。サイレントヒルワークスマニアックチャンネルようこそ。ほら、ようこそ。なんだよ。今日は、そうだね、見てるからだもんね。今日は、はい、アデイ。うん、東條くんから電話があってきて、うん、直森くん、アデイ覚えてるって。ね。忘れてたの。覚えてるよって言っちゃったわけ。山梨の株ミーティングもこのあとね行くんだけど、はい、うん、今日は今何時、朝の7時7時過ぎですね。7時15分、うん、寝れました？寝れてないです。寒かったって言ってたもん ね、 寒かったですね。俺ら暑かった ね、 ね寝てましたね。熱量がすごいから、ヤルさんじゃないけどさ若いからって言ってたけど、うん、ゲートオープンまでもうちょっと時間があるんですが、はい、それまでちょっとまったりと、うん、まったりとね、はい、あとは欲しいもの、うん、あるといいですね。探すものがね、うん、欲しいですね。欲しいですもいろいろと、うん、買いますね。買いましょう。まあそんな感じでよろしくどうぞ。美奈子さん、はい、撮ってますからね。あ、あれ。え、何、俺も。これ全部美奈子さん描いてる。そう。これも。そうです。やっぱりね。やっぱ美奈子さん描いたみたい。なに、おはようございます。さっき電話したのに出ないの。電話って持ってないもん。え、なんで身につけてないもん。 なんでどうして。本当だ。あの子ほらジャケットのポケット全然出てくんねえ。あのうちの相方 YouTube の、はい、あ、後から、あ、また後で、はい、でカメラマンです。知ってる、名前は知ってるし、あの存在も知ってるぞ。だからブラザー泉です。あのブラザーサイレントで、はい、あの思ったすぎでしょ。大好き大好き。もうツトムさんばっかりですよ。だって小物相手じゃないとしないもんな俺。はい、小物で。もうこんないつも。カメラマンさんちょっとこういうあの T シャツ売ってます。はい、あ、いいじゃないですかね。今日娘さんは、ツトムさん娘さんは。もうね、夜遊びで朝帰りにばっかりしてて、そう帰ってこない。ああ、心配だ。心配じゃない。心配じゃない。今日これ買えたからよかったです。あ、本当だ。1万5000円で買いました。あ、本当に。はい、あの亀井くんってほら、タンクだけ探したの。今日探してるって言ったじゃん。そう、だここ切って分割にするんですよ。うん、それであの亀井くんってほら。カズさん家に来る、うんうん、あいつが分割にしたいと生意気に、うん、で長瀬のバイクにしたい、ほら電話したじゃないですか、うん、あのホットバイクのやつ使っていい、うん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 、って。
それにあの永瀬のバイクみたいにしたいって言うから、じゃあやるよって言ってあそうだ、だってサイレントジャンクモーターのだってタンク作っちゃったの。あそうそうそう、アルミ。のタンク、ね、はい、あれ今木村君が作ってるよ。あなんか、ね、出てましたね。そうだそうだ、さっきあのインディアンの大平君かな、あ違う、うん、ユータラ、あのユータラ言ってさ、ロサンゼルス行った時木村さんのとこ行ってきて、見てあのアルミのあのタンクだって、そう、須藤さんのあのやつなんか出てましたもん。本当に、うん、あ やってるやってるなんて思って。そうだからもうね、今日ね、いろいろパーツを買おうかなと思って、うんうん、でもう一目散にこれ買いに。よかったね。よかったです、よかった。まあぶった切っちゃう、ね、ぶった切っちゃう、はい、ぶった切って分割に、ね、まあわけないんで、こんなの、こんなもんはね、はい、サイレントに手にかかればね、はい、全然関係ないですよ。もったいないですけどね、この塗装、まあ、もういいんじゃね、まあまあ、どうせ、はい、とりあえず、よかったです。これからあのタンク買いまくって、あのタンク買いまくってタンクぶった切りまくろうかなと思って。へー、うちにもう少し探してね。そうそう、で、あの安くタンク買ってで高く売りつけようかなと。そうだね、うん、そんな感じで楽してね。そうです、稼がないと。俺の場合いくら売れても、うん、残りは全部卸先が決まってるから、うん、ああこれね、うん、このこう隠さないとまずいのかな。ああだ、ああわかんな、ギリギリだね。こんな感じで、こんな感じで。これ泉さんの顔にしたらよかった。そうすれば大丈夫かな。大丈夫。おっぱい出してても。そう、大丈夫。大丈夫か。大丈夫。ちょっとじゃあぐるっと回ってきますね。はい。あ、これ置かしといてもらっていいですか。すみません。あ、ありがとうございます。すみません。じゃあちょっと行ってきます。じゃあ行きます。売っちゃっていいんだね。ダメダメ。もうね、厄介なの、厄介な人になってる。これ安い。だめだめだめ。やばい。じゃあ行ってきます。はい。この感じを、こんな感じを撮りましょうと。うん。インスタ始めます。ちょっと撮ってもらおうかな。結構人が多くなりましたが、まあタンク変えてこれ2000円だった、真鍮の、よかった。あとはめぼしいもの、なんかこう亀裂が入ってるけど、この溶接しちゃえばいいだけの話だから、ちょっとめぼしいものがあれば、なんかヤカさん、あそこにあるスプリンガーがいいね、これ。4万円欲しいね、値切る。で何につけるかって話だよね。でとりあえず、俺が作るバイクの部品もちょっと調達しつつ、なんかいろいろ探しましょう。これ壁に並んでたらかっこいい ね。これぐらい並べたいね。かっこいいよね、こう並んでると。はい、今合流しました、東条君と。で今から6へ行きましょう。拉致られました。拉致、はい、行きますよ。だけどね、いい買い物できたよ。うん、あとね、あの4分の1 あのガソリンコックが欲しいの。ないかな。去年はね、1000円で買ったのかな。そう、今探してるんだけどないんだよね。そうそう、なんかちょっと寒くなってきたね。雨降んなきゃねえ。俺この後ほら山梨のあの株見行かないとなんないからさ。あ、やってるね、やってるね。なんかタンク置いてあるぜ。
なあ、ちょっと忙しそうだね。はい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 。忙しそうだね。忙しそうですよ。なかなか。なんかもう売れちゃってんじゃん。だいぶ。今日はピーナッツねえのかな。ちょっとなんか忙しそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。あれですよ、今ちょうど撮ってました動画。あ、出ますよ。ありがとうございます。動画撮っても大丈夫ですか？大丈夫ですか？ YouTube 出ちゃうけどいいですか？見てます。 ありがとうございます。見てくれてました。ありがとうございます。今日なんか買いに来たですか？ちょっと遠いし、なんかちょっとね、ちょっと高いです。あ、声入ってった。いろいろ高い。はい。あ、もう僕ね、なんかそっちよりも今バイクのカスタムの方のが偉くなっちゃって。すごい質問。ありがとうございます。あまりにも有名になって。いや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 。かけれませんよ普段。いや、そんなことないですよ。いや、してくださいよ。昔から知ってるんですよ。あまりにも有名になりすぎて。いや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 。電話できねえな。いやいやいや、もう本当に気軽にいつでも電話してください。まだよろしい。はい、ぜひぜひ、ありがとうございます。はい。失礼します。おはようございます。今日はタンクないんですか？ピーナッツ、なんかあったの？もったいなくて飾りっぱなしです。去年譲ってもらったやつね。あの後で去年終わった後 YouTube あははははは、タンクどうぞこのまま。貴重なタンクだったね。そう、もったいなくてね、もうね、壁にかけて、まあ、使ってない。なんかもったいないなと思う。あれでもいいもんね。そう、なかなかないし、ね、あれ。もうない。なんか譲ってくれって言われたんですけど、嫌だよって言って断って。山ほど買ったやから。いやいや、1000円で。いや、じゃあ1000円で。はい、1000円1000円で。ありがとうございます。いや、これいいよね。うん、かわいい。マジで、うん、かわいい。うん、これ使える使える。ちょっと今ほら作りたいバイクでもなんか使えるし、ありがとうございます。ちゃんと使わせていただきます。ああ、ピー、あ、もうあれかな、もう前ここにタンクを座らしておいてもらって。確かに、鎮座させると。いいのを譲っていただきました。ありがとうございます。やった。いいね。で、次ね、ボンボイラー、はいはい、お友達のお店へ、うんうん、はい、行きましょうかね。忙しそうだな、だけど。忙しそうだね。俺もがっぽり物買ってる。今ね、泉さん、泉さんにね、泉さん向こうにいたから、そう、タンクとかね、買ったやつ全部置かしてもらって。そう、去年置かしてもらった。うちいっぱい置いてもらって構わないんで。儲かってますか？儲かってますよ。めちゃくちゃですよ。いいっすね。はい。俺損ばっかりしてる。してない？してない。そう、だから次のお客さんのバイクのパーツを買いに。だ、ちょうど欲しいのあったからよかったね。うん、タンクまたぶった切って、はい、去年と一緒だけどまたタンク。去年と同じこと言ってる。でもね、あれでしょ、お客さんからするとやっぱ欲しいものがね、うん、いいですよね。ちなみにこれ1000円だった。そう、本当。
安く買えたね。ないですよね、そんなのね。そうで、しかもね、さっきアルミのピーナッツタンク2万円だった。え、どんだけうまいんですか。いや、違う、あのね、そこのお店の人がこれ鉄だよっていうので、だけど口がアルミじゃんって言ったら、いや、これ圧入してあるって言うから、そんなことねえなと思って、中見たら全然アルミなの。どう考えてもアルミだよなって。これ磁石だったからつけてみたらつかないのね。うん、うん、向こうの人気づかずだよね。そうそう、結局だから得しちゃった。でしかもハーレーのエンブレムが横についてて、でガソリンコックもあのキャップも全部ついてて、ね、2万円来た。回ありますよね。ありますあります。そう今日はね。でブラスのマフラーが2000円だった。結構見て回ったけど、ないですね。うん、だからちょうどタイミングが良かったのかもしれない、うん、だけど昨日だって俺4番目だもの来たの。あ、そう、順序番。入ってる時に見かけたけど、めっちゃ走ってたから、うん、黙って通りずっと。なんだなんだ。そこ走ってもこっち行ったでしょ。行った。そう、もうそこで買わなきゃと思って、ね、あいつ邪魔しちゃうね。だから友達が一番だったんだけど、でもうついてますって言ったのが10時半ぐらいだった。お前バカなの。バカなんじゃねえの。なんせそう、それで雨の中バーベキューやって、すげえね、木陰のとこで。それが楽しみだかったからね。そうそう、楽しかった。まあ、いい思い出です本当に。でいろいろ変えたし、うん、よかったですね。うん、変えた方が嬉しいです。そうなんですよね。で結局ね、買ってもあのもったいなくて使えなくて壁に飾るっていう。そうそう、転売、これ転売したら高く売れるだろうなと思ってたって、結局一個持ったことないっていう。なんかね、何千円かとか何万儲けたってね、うん、そうそうそう、ね、そう、そうです、そうです、その通り、ね、本当に。まあちょっといろいろ回ってきます。はい、頑張ってください。ありがとうございます。そうですね、もうあの買いまくるんで。じゃあまたまたお願いします。どうも。ラーメンとちょっと一緒に写真撮らないと、あのジュースに送るので。これ1000円だった。高いよ。え、なんで1000円でしたよ。高い。そう、あのね、うん、200円だな。いや1000円かよ。1000円安くないですか。安いと思う。安いですよね。どうする泉さんのバイクにつけようかな。これピンバッチ勝手に。なんかやらしいでしょ。マムシの頭ね。だいぶバチヘビ。バチヘビ出たよ、バチヘビ。ここの、どこに送るんですか。さっき写真と送りましたよ、地図。これあのサイレントのサイレント登場って書いて、はい、写真送ってないんだよ。写真ばっかり撮って。俺と本物なんだ。褒めた、好き。だからさ、俺さ、これよく思うんだけど、ネタなのかなこれとか思って。いやいや、ネタじゃないと思う。いや、ネタだよ。だって俺先生好きだもん。だってね、ホットバイクの第1号の時に泉さんがこうやってる写真があるわけ、うん、まあ今出すけどね、ここに。すっごいダサいから本当に嫌だからね。俺そう、それでね、したらね、なんかほぼっぽいだろって、ほぼっぽいですよ、したらありがとうって言って。だってさ、もう体のコード斜めになって無理しちゃってるのに笑ってんの。でなんか遠く見ちゃって、ハーレーダビッドソンの T シャツ着てさ、あれ何歳ぐらいですか。30いくつじゃない。ああ、もうそんな前。ちょっとね、透かしてるの。じゃあ、カッコつけたつもりだったんだけど、うん、見ると、体斜めこんなの、すげえ無理やろって言ったら、肉がつくって。そうそう、本当。ハーレー食べてた。お前、ハーレー食べてたのか。それで、もう自宅 の、 あの2階のバルコニー、もう一番景色のいいとこ選んじゃった、ね。あれ自宅のバルコニー。そうそうそう。じゃあ今度、
今のバルコニーでやりましょう。バルコニーあれあのなんていうの、日向でおばあさんがあのお茶飲みながらおしんこ食べるとこだからそこでね、うん、泉さんとね、うん、ボクシングのスパーリングやったの。ああ、まあ、軽くなやります今度また軽くなんていいよ、うちの娘連れてねえ、俺さ結構ね本気になっちゃうんだよ。あ、今度ねうちの娘あれになって言いましたっけ、消防士になったの。そうで今もう体めちゃめちゃ鍛えてるから。そうなの、うん、そうなのなんすね。まだやボーンってうち来た時にボーンってやって、まあ軽くね。あの指ちょっと怪我してたみたいな感じ。 あれを怪我してましたっけ。いやあれしないですよね。俺が泣いてただけだよ。力入れるから。あれはあれでまた、ね、本当。でも彼女ね、あの時ねかなり手加減してたんだよ。あ娘ね、うんうんうん、それが顔に出てるのよ。笑ってやがんの。こいつふざけんなよな、こいつって思って。サイレントの娘じゃなかったらね、言っとくの正座だぞお前。心の中で言ってた。心の中で、ま。また連れてきますよ。うん、スパーリングの時。俺が行くから。あ、わかりました。俺が行くからね。まあね、面白いですよ本当に。うん、その模様もまた後々動画に出したいですね。うちの庭でやろう。やりましょうか。うん、やろう。本当にやれます？いいよ。娘するって下の娘でもいいですよ。下の娘の方が怖いんだもん。下の娘のローキックは半端ない。下の娘だって手加減とか知らない子供だからさ。大人じゃないからね。怖い怖い怖いんだもん下の娘。あ、だけどね高校2年生になったからそこそこ。あ、長男坊もいますよ。長男坊。あ、ダメだ、長男男はダメ。長男坊俺よりでかいですからね。だからや知ってるよ。絶対嫌だ。絶対嫌だな。俺ね消防士の娘がね一番好きなのよ、うん、ああ、ね、はいはい。なんていうのかな、人に対するね、うん、見たわりの心があるね。ああ、うん、もう今度手加減しなくていいからって言っときます。いやいやだ。あ、それでもね彼女はね あの手加減してくれるからね、うんうん、俺が結構あの本気になってムキになってもあの彼女はね大丈夫。もうじゃもうあれですか、パンチであれ当たるようになりました。まだ今でウォームアップ。いい、じゃあちょっと久しぶり、すげえ久しぶりにやるこれ。いくよ、はい。やべえ。全然これ食わしたら娘に右足前に出して。そう右足前に出して顔が当たるかの確率高いから。そう。当たんねえですよね。こんな感じ。あ、お客さんでいけね。1000円出すよな。いやそんなこと言わないでくださいよ。絶対100円くださいから。サイレントはね、あの怒ってくれるときは全部怒ってくれるせいに、100円って言われたら絶対100円だからね。ありがとう。しかもこの価値だな。10円。消費税厳しいからね俺たち。そうはっきり言って、うん、うん、これよ見つけました、よかったです。これずっと探してたらここにあったの。ああなんで、ね、言っとくからこれさ、ね、ナックルのトランスミッション70万円で売ってるお店ですからね。ここそこであなた100円これくれてないやんのこいつ。こいつふざけんだよな。ねえトランスミッションね言っとくけど70万だよナックルの、うん、これ100円で。もうさこれ君は基本的にで持ってっていいよって言いたかったんだけど、それだとあ確かに ね俺もちょっと気が引けちゃうから。そう、うん、でなんかさ借りたみたいな話になっちゃうからさ、こういう部分もはっきり所有権移ったからね。そう所有権
だけど欲しいものが全部見つかった。あとサスペンションだけだね、うんうん、11インチのサスペンション、あ、11インチじゃねえな、11インチかなかなかないんですよ。ドッグタウンのパクリのキーホルダーがいっぱい売ってた、うん、名古屋に。ドッグタウンのパクリはどこでもあるからあれ有名勢だと思わなきゃいけないから。ああもうだけどそうっすよね、確かにね。でもこういう本物の、うん、あのステッカー、うん、ヤフオクとかで70ドルとか。これだって俺のステッカー3000円で売ってましたもんね。そうよ、そういうもんなんですよ。うちのステッカー、あ、取ってたあのちょうどあの時っすよね、なんだっけ、ロットショーの時だ、うん、そう、うん、で着るとこういう感じですよ。ちょっと爽やかでしょ。乳首が立つ爽やかって顔じゃないじゃん。俺爽やかイメージでやってる。あ、今日あれだよ。あ、あんなじゃあやらないの。あ、やります。やるでしょ。やりたいですか。やるあ、じゃあ真ん中で。本当いいですよ。いいですか。サイレン、いいですか。いいですよ。これドラゴンボール的な感じ。どっちでもいいです。はい、サイレントヒルワークスマニアックチャンネルようこそ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。びっくりした。いきなり言われるとね、嬉しいもんだね。いや、来てるような気がしたんだよね。そうなんですか。いや、なんか部品ほらなんか買いあさってするじゃない。だから、うん、ここだからほら、あ、来るのかなとか、静岡近いから。今日あれですよ、あの動画編集するので出ますんで、うん、大丈夫ですか。いや、俺あの大丈夫ちょっと大丈夫かな。大丈夫だ。まずい、まずいですか。いや、全然大丈夫。大丈夫ですか。全然大丈夫。大丈夫ですか。全然大丈夫ですよ。全然大丈夫です。大丈夫。今来る時車の中で見せたんで。あ、そうなんですか。あ、ありがとうございます。これこれっつってちょっと教えてた。ありがとうございます。すいません。サイレント。あの、次のすげえ楽しそうなこと教えたと思って。ちょっと緩い感じがそもそも緩いんで。で、次の動画になるね。次の動画に出るんで。はい、ぜひぜひ。はい、この辺ぼかしてちょっとぼかしてちょっと全国的にちょっと知り合いが多いんで、これ。あ、じゃあ逆に、あ、じゃあ逆にいいですね。はい、この辺だけ。わかりました。その辺だけぼかして。了解です。好きなように考えて。はい、ありがとうございます。あの手とかも4本ぐらいこう出しつけちゃってね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、今後ともよろしくお願いします。お願いします。機会があったら遊び行きたいなと思って。あ、もうぜひぜひ来てください。はい、はい、ありがとうございます。ステッカーくれたら嬉しいなと思って。ステッカー持ってないですよ。何やってんだよ。何やってんだよ。お、あの、そういう手で来てなかったんで。横浜なんで。あ、そうなんですね。だから七里とか茅ヶ崎行ったりとかしてんじゃないですか。あ、じゃあ七里ヶ浜お店が完成したらぜひ、うん、あのカレーのとこですよね。あ、そうです。なんだろう、近い、近いね、サンゴ礁の本店が近いと思った。の、うん、こっちです。そうそうそう、はい、筋が逸れたのか。そうです、そうですね。あのバイクも飾るんで、またでアクセサリーも作ってまたやるんで、まだこれか。あ、バイクは置いてあるんですけど、うん、で中、何ちょっと改装して、うん、で10月ぐらいにって言ってたんでね、うん、ちょうど10月、今年の10月ぐらいにはって言ってたんで。ずっとみんな各々が仕事あったりあれしてるもんで。仕事してないの。してますよ。してます。小銭拾ってるんじゃなくて、こっからチリチリみたいな。いや、僕らだけなんで、普通にサラリーマンなんで。そう、みんなおのおの仕事があって。なんとなく薄さはちょっと、はい、趣味でやってるだけなんで、あのバイクは。はい、まだなんかね、あの、あったらお仕事ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいません。いや、ちょっと待って。うわー、ちょっと懐かしい。すっげー懐かしい。あのね、ちょっと待ってくださいね。ちょっとあの、矢川さん一回切って。はい、戦利品、はい、後でまた説明しますが、はい、これだけ今もう帰ってる人も、いっぱいいらっしゃいますね。うん、
帰ってる人も多いんだけど、もういるからね、うん、なかなか良かったんじゃない、うん、今日は欲しいものも買えましたしね、あ、はい、YouTube 昨日も見てます、あーあー2人いる今ねちょうど YouTube 撮っちゃうんですよ、あのもう売ってますよ、ありがとうございます、今からね、山梨の株ミーティングに主催の方に誘われたもんで、今から今度行くんですよ、今からこの足で、この足で行きます、ありがとうございます、ありがとうございます嬉しいね、嬉しい本当に嬉しいね、ああいう感じが ね、急でね、すごく、はい、まあそんな感じで今から、はい、山梨の株ミーティングへ向かうんですけど、うん、もうすごい本当に大盛況でしたね、うん、一台一台本当は撮りたかったんだけど、うん、時間がないもんで、うん、ですね、もう下の段にもいらっしゃいますからね、うん、バイクもね、そうそうそう、もうなんかね半分厄介なおっちゃんとの話になっちゃったけど動画が、うん、いやいや、いろいろ変えたんでね、よかったなと思います、うん、はい、はい、ということで、あれさ、次回のサイレントヒルワークスは、もう気をつけないとガーってなるから、やばいよね。じゃあなんかねこのね切ない、切ないよ、ね、ちょっとね物申したいことがある、ね、ね、さっき見